前回紹介させていただいたマンションの設計士さんにお話をお伺いできるということで、早速行ってみましょう。行きましょう。今回はプレジオ北西アジアについて設計士の方にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらの物件も、まだ工事中ということで完成したものが、私見れていないんですが、どのようなイメージで設計されているのでしょうか。今回はアジアンテイストになっておりまして、はい、いつもより壁石の色を変更しております。少しピンク寄りになってまして、より優しい色味で自然に溶け込むような雰囲気となっております。またプレジオのロゴプレートが付いておりまして、これもアジアン風にストーンカービングの素材と同じものを使ってデザインいたしました。他、外観のところに置物が置かれるっていうふうにお伺いしたんですけど、はい、でも何か名前とか付いてたりするんですか。そうです、あれもバリで特注しているストーンカービングと同じように作ってまして、カービングボールと呼んでるんですけれども、はい、はい、中に明かりを入れてまして、夜はそのボール自体が光って入居者の方の足元を照らすようなイメージになっております。ではエントランスなんですが、はい、外観がアジアン風ということで、エントランスの方もアジアン風で統一されているような形なんでしょうか。はい、エントランスもアジアンにしております。正面にストーンカービングを入れておりまして、真ん中に水盆があります。左右対称ですっきりとしたアジアンリゾートのイメージにしております。またお部屋に上がらせていただいてすごく目についたのが、壁にアクセントタイルが貼られていまして、こちらすごくインパクトがあって気に入ってるんですが、こちらは部屋の回数、シックタイプとホワイトタイプによって柄が違っておりまして、はい、そこに間接照明も入ることで、見え方、入居者様がどちらのタイプが好きかというところで選んでいただけるようになっております。入居者の方の好みに合わせてということで、シーリングライトの方も変更されているとお伺いしたんですが、こちらは階ごとによってまた違うんでしょうか。はい、今回は階ごとであったり A タイプ、B タイプといったタイプごとに違うシーリングを入れております。こちらも各階いろんな部屋を見ていただいて、一番気に入ったお部屋を選んでいただければいいなと考えております。ありがとうございました。ありがとうございます。今回は北西アジアンの設計士の方にお話をお伺いすることができました。福田さんどうでした。はい、私は北西アジアンのカービングボールがとっても気になりました。夜は光らせるってことだったので夜一回見に行ってみたいですね。そんなプレジオ北西アジアン気になった方はぜひお問い合わせをお待ちしております。また動画がいいねと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。